はい、まず宮古島区の京橋地域を、路上喫煙禁止地区に指定します。平成27年2月1日来月の1日日曜日から宮古島区京橋地域を、路上喫煙禁止地区に指定します。禁止地区内に1箇所喫煙所を設置します。喫煙所を設置しますが、基本的にはもう禁止と。現在御堂筋および市役所中央公会堂周辺を禁止地区にしており、大阪市内で2箇所目となる禁止地区であります。大阪市ではタバコによる火傷、吸い殻による散乱ごみなど、さまざまな問題の指摘から市民の皆さんの安全、安心および街の美化を確保することを目的として、市内の道路、広場、公園、その他の公共の場所では他人に迷惑や被害を与える恐れのある喫煙をしないように努める義務を課す大阪市路上禁煙の防止に関する条例を平成19年4月に施行しました。今回禁止地区に指定する京橋地域では、宮古島区において平成19年に地元住民、商店街、交通事業者、行政機関等が参加する協議会を立ち上げまして、かねてより環境美化などの取り組みを官民共同で進めてきました。しかし京橋駅付近の路上喫煙、吸い殻のポイ捨てなどが改善せず、苦情も多く寄せられているところであります。また JR 西日本、京阪電鉄、市営地下鉄が乗り入れる大阪市の北東の玄関口であり、通勤通学の乗降者はもとより商業施設や飲食店などの利用者が数多く滞留通行する場所でありまして、京橋駅ですね、路上喫煙による迷惑や危険が多く生じる地域でありますと。そこで協議会を中心に議論を進めまして、宮古島区の区政会議において審議され、区の総意としての要望を受けまして、大阪市路上喫煙対策委員会の答申を経て禁止地区に決定しました。この大阪市路上喫煙の防止に関する条例は、路上喫煙禁止地区として、指定して、指定されたその禁止地区内において、路上喫煙したものは1000円の過料と。この路上喫煙禁止地区を指定しなければならないんですが、そのためにはあらかじめ大阪市路上喫煙対策委員会の意見を聞かなければいけないと。それで禁止地区の指定の手続きを、プロセスを経てきたんですけども、今回のこの地元の取り組みからですね、禁止地区指定に至った初めてのケースと、御堂筋とかそういうところはある意味、もうここは禁止にしようという前提で進めてきたところがあるんでしょう。今回は京橋地域の場合には、地元のですね、皆さんの協議会が議論を重ねて、コンセンサスを得てですね、そして、実際に禁止地区にしようという行動を起こされたと、そういうケースでありまして、非常にありがたく思いますし、これこそニアイズベターと、地域のことは地域が決めるということの象徴例なのかなと思っています。いろいろプロセス、地元で協議をしてということもあるんですけども、ただこれ意見を聞くのが大阪市路上喫煙対策委員会の意見なので、僕が言うところの特別区設置になればもうちょっとその小規模なというかエリアがですね、限定された特別区の中で、こういう話もきちっと進むんではないのかなというふうに思ってます。御堂筋と今京橋地域ですけども、その他の地域でもこういう形で、喫煙のですね、禁止地区ということを定めたいという、そういう地元の皆さんの声があればですね、やっぱりこれは行動を制限する、市民の皆さんの行動を制限する、そういう規制になるわけですから、地元の皆さんのコンセンサスというものが必要になってきますので、しっかりと、地域の皆さんで、地元の皆さんで、コンセンサスを形成してもらった上でですね、そこで、今は各区にですね、区政会議というものを置いて、区長にかなり、強いといいますか、多くの権限を与えていますから、
区でまとまったものは基本的にはもう尊重するという姿勢で今大阪市内の区政運営やっています。僕はもう区でまとめたことはもうそれは基本的に尊重して進めていくということでやっていますので、各区でまたこういう禁止地区の指定をやるという、いろんな、そういう動きが活発化活性化されればいいなと思ってます。ただこういうことも特別区になった方がよりやりやすいんじゃないのかなと、5人の区長が誕生した方がよりやりやすいんじゃないのかなというふうに思っていますけれど、そういうことです。以上です。それでは質問をお受けします。まずマイクを通しまして社名氏名の上お願いします。幹事社のパティリさん。読売テレビの上田と申します。路上喫煙禁止地区で、今もおっしゃられたと思うんですけども、その基本的には地元から声が上がってくれば、今後も増やしていく、そうです。それはもう僕の方で分からないですか、どの地域を禁止にしたらいいのかっていうのは。で、やっぱり禁止にするということに反対の人もいるでしょうからね、特に飲食店の人たちなんていうのは、そういうことでね、タバコ吸う人が遠ざかってしまうってこともあるかもわからない。あ、逆かな、これ飲食店はいいんですかね。これ飲食店の店内はいいんですね、路上がペケなんで。はい、環境局ですけども路上を対象にしてますんで。あ、そうですね、はい、かえってそうしたら店の中に入ってきてくれるかもわかんないですね、吸いたい人はね。あ、店で吸いやすい店のやり方と言われてます。飲食店での分煙議論はいろいろあるんですけど、今僕は一律に禁煙ということまではまだやってません。東京はオリンピックを迎えるにあたって禁煙まで行くんですかね、なんかそういう話になってますけど、まだそこまではちょっと僕は踏み切ってないところもあるので、吸う人は吸う人でいろいろと周りに迷惑かけないようにしてもらいたいなと。大体知事がずっと吸いますんでね、この大阪はね、あれ府庁の周りとかこれ禁止地区にするのとか、これ大阪市の条例でできるんですね。大阪市の指定でできるんですね、これ。大阪市域につきましては大阪市の指定そうです。そういう声が上がれば府庁の周り全部禁止地区でこう固めるっていうのもありなんですけど、ちょっとまだそういう声は府庁会話から上がってきてませんので、ね、地元から声が上がればそれはもう尊重します。やっていきます。わかりました。あとちょっと話が変わるんですが、先週の南の活性化協議会で自転車不地義務制限の規制緩和についてちょっとお話出てたと思うんですけど、これイメージとしてはこの南の一定エリアを指定してその中でその条件を緩和するという形になってくるんでしょうか。もうあれ前回の南の活性協議会でそういう話が出たのでね、担当局の方に指示をして、議論を重ねてきたんですよ。で担当局案としてはもう大体バクッとした案が出来上がってきて、個別のお店で、その駐輪場というものを設けなくてもね、そのお店で共同の駐輪場をちょっと離れたところに設けてもらえれば、お店には設けなくてもいいですよと、駐輪場を設けなくてもいいですよとかですね、あと原付の台数をこうカウントして、駐輪場のこう大きさというか、台数なんか決めるのかな、その時のカウントの仕方をもうちょっと緩くするとか、間口のその通路の部分をね、もうちょっとこう緩和するというか、今の規制よりも緩和するとか、そういう案が上がってきたんです。ただそれが活性協議会の方で、南の地域の代表の方にどうですかねって話を聞いたら、いや全然まだダメだみたいな話が来たんでね、局の方としては一生懸命考えていたところであるんですけども、ダメだっていう話で、でもこれはね、局の言い分としては、ある意味分かるんですというのは、やっぱこれ全市一律のルールになるんで、その心斎橋のそこだけ特別な何かをやると、他の地域なんかでもね、いやそんなんやったらうちのところもこんなん義務課せられてんのに、うちも緩和してよとかいう話になると、もう収拾つかなくなってしまうわけですよ。だからここが悩ましいところでね、本来だったら特別区ということであればね、中央区みたいな本当にこの、繁華街でもあり自転車の通行も禁止されているようなその商店街と、そうでない、一般のその商店街、そういうところを分けながらね、ルールの設定というところができるんでしょうけども、今の大阪市役所の体制ではこれ大阪市内24区を全市一律に見なきゃいけないので非常に悩ましいと。だからそうであれば西成特区構想のような発想でね、もう大阪市内、地域ごとに分けてしまってルールを変えていけるかと
まあ、そういうことですね。だからこれ条例の公平性とかそういうことを考えると大阪市っていうのを一つの単位として捉えて地域ごとにこう分けていくっていうことがいいのかどうなのかですよね。ただ客引き条例なんかはある意味そういうふうにしてるわけですよ。客引きの禁止エリアというか、まあ、原則禁止みたいなことにして特に重点エリアというところではああいう形で、徹底的な取り締まりをやったりとか、まあ、いずれにせよ、ね、24区全体で全部一律のルールを、ね、適用していくというのはもう無理だということの象徴例です。さあ南のど真ん中の心斎橋の、ね、商店街とその他の商店街やっぱり違うんですもん。でやっぱり南のど真ん中心斎橋のあの地域の土地のねそのやっぱり価値っていうものを考えれば土地なんていうのは限られた資本であってこれはもう最大有効活用しなきゃいけない中でね全市一律のルールを適用してやっぱりああいうことをやると建て替えのこう意欲をそぎますしね、だからあんなど真ん中の土地なんだから大都会大阪である以上はねもっと土地の有効活用をしていかなきゃいけない。その時に全市一律 の、 自転車駐輪場の設置義務というものをこれをかぶせていくのはやっぱり僕は問題があると思いますよ。だからそれは南とか北とかそれ以外とかでやっぱり分けていかなきゃいけないのかなというふうに思ってます。これはちょっと局と議論します。そういうことができるのかどうなのかね。やっぱりその客引き規制だとやっぱりその風俗とか適正化というところで、まあ、理解得やすいと思うんですけど、うん今回の場合はやっぱりその南の市街地域の、まあ、経済活性化という視点で、うんまあ、他の地域からしたらうちもやってくれっていうのが出やすいと思うんですよ。そうなんですよ。そうなんですよ。ので、まあ、そこを指定していくと、まあ、南だけをっていうふうに指定したときにやっぱりその辺の説明っていうところがやっぱり求められてくるかなと思います。やっぱ難しいですね。やっぱあれは義務を課すことによって土地の価格っていうものにまあ影響させてしまうんでね、まあ、そうであればなんで南のところだけ、駐輪場を設けなくてもいいんだとうちは設けなきゃいけないのにという話は必ず出てくるんでしょうね、まあ、そこをだから、まあ、ここは条例の立て付けとかそういうところでそこクリアできるかどうかですね。だから地域に応じたやっぱりルール設定ということではどう考えてももう大阪市全体が同じような、色の同じようなその状況の町であれば全市一律のルールでいいんですけどもこれはもう全然違うんで地域地域でそしたらそれは本当は24区ごとにルールを作るのが一番いいんですけどもまあそれはやっぱり24区を独立させると財政運営上難しいとかまあいろんなコストの問題があるからまあ今全市一律大阪市を一つの単位として捉えてるけども少なくとも5つに分けた方がねまあ5つの独自のルール設定ができるんじゃないかと。やっぱり仮に駐輪場の縁義務駐輪場の設置義務ってことを考えても僕の考える大阪都構想の中央区とね東区っていうのはやっぱり違うと思いますよ、やっぱり中央区、まあ、一番の商業の中心地のところでは駐輪場の縁義務っていうものをもうちょっと緩和するかなくすような方向ででもそうであればね自転車のその流入規制というかロンドンのあの車の通行規制の、まあ、コンジェスションチャージみたいな形でね、自転車がこう入ってくることに関してはもっと強烈に規制をするその代わり駐輪場は設けなくてもいいですよこういうことができないんですよ今の状況だったら、自転車の流入規制とかいうのでバーンと条例で罰則付きとかいうふうにじゃああの真ん中だけやろうと思ってもなんでそこだけなんだっていう話にもなるんでねだから一番いいのはその本当に地域の実情に合わせてもう大阪市のど真ん中だったら自転車もう通行禁止にしてしまってあのパリとかああいうところみたいに公がサイクルのそういうものサイクルステーションをきちっと作ってね、もう放置自転車は一掃するとその代わり自転車はもう私の自転車は一切、入れ込ませないというぐらいの大胆な都市経営をやりたいんですけどもね。わかりました。管理者から以上です。では次お願いします。まあ、一応僕から一言言うと、まあ、いいんですけども昨日 の、 何ですか職員に個人的な意見を言うなというようなあの話をしたら前段階とか案の定全部すっ飛ばしてだから僕は皆さん の、 その情報伝達能力は疑問があると言ったんですけど僕は今まではそういうことはやってきませんでしたよということを何遍も言ってるんだけど今までのことは一切飛ばしていきなりなんか情報統制の話ばっかり来てですねそれからもう一つはこれやっぱりどう考えても言わなきゃいけないのこれも昨日も言ったはずなんですけども
通常の政策でも、まあ、どんな事業でもいいですけども、こんなの職員が、一職員がですね、例えば局が決裁取ってですよ、この事業をやるって言ってきたものに関してこれはできないできないなんてことを職員が言うことなんて許されませんからね。しかも議案として議会に出すわけですから、これはちゃんと局で合意を取って、まあ、大阪市としてですね、意思決定をやったもの、だ議会に出すものについてそれぞれの職員ができないできないって言ったら、これ議会の方もこれどういうことなんだっていうふうに普通なるわけですよ。ところがこれ大阪都構想の話になると自由に発言していいなんて、そんなバカな話じゃないわけでね。これはある意味、きちっとして、きちっと局でまとめて大阪市でまとめたものなわけですから、議案として議会に提出する以上ですね、他の議案と同じように各職員がバラバラな意見を言うことなんていうのはこれは許されないと、こんな当たり前のことです。別に情報と、まあ、情報統制と言われるのもいいけれども、他の案件でもみんな同じようにですね、各職員がバラバラなことを言っていいなんて、そんなことにはなってませんのでね、まあ、そこはちょっと追加をさせてもらいたいなと思ってます。ございませんでしょうか。日経新聞の木下と言います。グランフロント大阪で、4月に始まる BID 制度についてちょっと伺いたいんですけれども、エリアマネジメントっていうのは大阪だけじゃなくて東京であるとかその福岡であるとか全国各地盛んになってきてるんですけれども、まあ、BID 制度に関して言えば大阪が全国で初めての取り組みになると、まあ、その分担金というものはある意味強制徴収できるということですね、はい、その大阪が先行できた理由って言いますか、そういうのはどういうところにあるとお考えですか。僕がやろうって言ったからです、それはもういろんな意見があって、それはできない理由とか、これは懸念だっていうような、こういうところはやっぱり条例として難しいとかいろいろありましたけども、要は分担金の強制徴収というところで、みんな担当局は悩んでたわけですよ。それは強制で本当にいいのかどうなのかっていうね、でもやろうと、あといろいろ文句が出たり批判が出たら、まあ、こっちが責任取るから、こういう制度で作ってほしいということを言ったら、もう局が知恵を出して、まあ、あとはもう複雑すぎて僕もちょっとよく分かりませんけど、都市再生なんとかのあれを仕組みを作ってですね、まあ、当初は僕はもう強制徴収で固定資産税からちょっと取ってもいいよっていう話をしたんですけども、まあ、そこはいろいろやっぱり行政マンが知恵を出してですね、今のその枠組みの中でうまい制度を作ってくれたと思いますよ。それは最後トップがもう局がまあ最初いろいろ悩んで、こういう方向性で BID っていうのはもう視察、アメリカへの視察が中心になってしまったけども、もともといろんなことで関心持ってて局とも議論しててね、で課題が浮かび上がってきて、これでちょっとできるかどうか、ここが悩んでるんですって話になったから、これだったらもうやろうというふうに言ったんで、そこで動いたんですけどね。そのやると市長がこう決断した理由って言いますか、その BID 制度のどこにその可能性を感じてそのやろうと決断されたんでしょうか。それはね、やっぱり地域のその町づくりをやるのにね、役所からの補助金に頼らないと、やっぱ補助金に頼るって言ったらそこに一つ役所の判断が入ってしまうでしょ。そうじゃなくて地元の、まあ、地元というか地域の人たちが、まあ、それこそニアイズベターの究極のニアイズベターですよ、まあ、自分たちでお金を用意してもう自分たちの決定だけで進めていくっていうのがね、これが一番ですよ、どう考えても。だってグランフロントのことを誰が一番知ってるのかっていったらそこの人たちなんですから。だから大阪全体にね、影響するような話とか、そうであればそれは僕の役割ですけども、グランフロントのあのエリアの街づくりに関してはあそこの人たちが当事者として一番よく物事を知ってるわけですから、また責任を負ってもらえるわけなんでね、そうであればその当該エリアのことに関しては当該エリアの人たちにやってもらうと、もういわゆるニアイズベターの究極の姿なので、まあ、それはぜひやってみたいと、いちいち役所とか議会なんか通さなくてもね、その代わりお金財源のところ、これはもう地方自治体でもそうですけども、一番はやっぱり財源の問題であって、この財源がないから、お金がないからなかなか町づくりできないわけですよ。これが任意のね、最初は参加費っていうことだったんですよ、任意の分担金ってことだったんだけども、これだったらもうゆくゆく行き詰まるんだね。だからそれを強制的な、ある意味徴収強制的に分担金を取れるような仕組みに今回はしましたので、財源は安定します。で当然そこに新しく入ってくる人とか、いろいろ反対意見があるにしても、もうこれはもう強制の制度になってくるんで、そこでお金を確保した上で、その当該エリアの
当事者の人たちにしっかり思う存分まちづくりをやってもらうと。でどんどん提案があれば規制緩和っていうものはどんどんやっていきますんでね、制度の変更っていう、まあ、今日のスイートパートナーズの人もそうですけども、あの人たちは現場でいろんなことをやってるから、現場から今の行政のこのいろんなルールのおかしさってことを気づくわけであって、それはどんどん提案してくださいねと。で実際に提案を受けたことで僕がまた指示を出してね変えたこととかもあるわけですから、やっぱりそのエリアの人たちが一番そのエリアのことを一番知っていて責任も負える、まあ、そういう立場のであるからこそ、まあ、BID、まあ、そのお金の分担金の強制徴収の制度っていうのはもうやろうって決めたんですけどね、さっき の宮古島 の路上禁煙の禁止地区と同じで、まあ、あの地域の人たちが一番よく分かってるから今回喫煙禁止っていうにしたわけですよね。僕からこっから京橋のことなんて分からないですからね。ね、まず一箇所で始まるわけですけれども、そのこれから続く第二の動きっていうのがですね、取材してみるとなかなかこう芳しくないというか、まあ、候補に上がっているその町づくり団体というのはいくつかあるんですが、個別に聞いてみるとそのなかなか慎重なことをおっしゃるんですね。で、広げるために BID 制度を広げるために今後なんかインセンティブとかをこう検討されるお考えっていうのはありますか？これね、総務大臣、まあ、新藤大臣の時にも言ったんですけども、もうちょっと簡単な仕組みというかね、今回はその都市再生なんとか法人とかなんかそんな作ってこうやっていく話なんですけども、もうちょっと簡単な仕組みでこうできるようなね方法っていうものが必要なのかなと思ってますけどもね、いくつかそういうエリアごとのまちづくり団体ができ始めてるので、まあ、一気にやっぱりこれ自分たちでできるかというとなかなか簡単にはいきませんし、僕の方からこれ押し付けるわけにもいかないのでね、一応環境だけ整えてやりたいというところに手を挙げてもらえればできるようにできるような制度にしましたので、当初はもう梅北のあそこだけBID を認めるような仕組みにするかというような話もあったんですけど、それはもう一般的な制度にしてほしいってことを言って僕は言ってですね、手を挙げてくれたところにはどんどんやってもらうと、まあ、いくつかできそうなやってもらいたいところあるんですけども、ただこれは押し付けになってしまうので、まあ、できる限り地域の人たちがこの BID 自分たちの街づくりをやるっていう、まあ、この制度に乗っかってきやすいようにもっともっとやっぱり制度改正しなきゃいけないですね。これどこが一番あれ担当はいないんですね、いないんですね。どっかね、今の制度のなんか一番の問題点、この間というかだいぶ前に聞いてちょっと忘れちゃったんだけど、なんかあるんですよ、強制徴収のところだったかな、なんかあるんですけども、だから本当はそれ、総務大臣に言ってそこの制度を変えてもらいたいところがあるんですけどもね、ちょっと忘れちゃいました何言ったのか。まあ、国の制度という前にその大阪市でできるそのインセンティブというかこう地域考えている地域を後押しするような施策っていうのは特にこう検討されないっていうことでしょうか？いや、検討しないというよりももうこれ枠組み作ったので、あとはその枠組みでエリアがやってくれるかどうかですけどもね、だからそれは何かあえてインセンティブを与えるというよりも僕が各地域ごとに街づくりのこう種になるようなね、そういう事業をいくつかやってるわけですよ。例えば安倍野の阪海電車の起動時期にですね、あそこを芝生化するっていう話になって、そこをこう維持管理していこうと思えば町の皆さんが維持管理をしてもらわなきゃいけない、でそこで収益を何か上げなきゃいけないとかね、で御堂筋一帯も今どんどん規制緩和をやって路上でのカフェなんかもできるようなこう仕組みもどんどんやってますから、もしああいうところが一体となって町づくりやってくれるんだったらありがたいし、まあ、それは地域の皆さんがこういうところでこういうところをこう変えてもらえればやりやすいんだけれどもという声が出てくれば、それはどんどん進めていきたいと思いますけどもね、もう税金を徴収してこっち側が何か町づくりをこうやるっていうような、もうそういう時代じゃないと思いますよ。まあBID だけではなくてですね、大阪城 そのパークマネジメントであるとか、そのこれ4月からで、その10月からその天王寺公園のエントランスエリア、はい、これ企業がその公益サービスを提供するっていうところで BID とこう共通する部分っていうのがあるんじゃないかと思うんですけれども。そうですよ、だから役所がやるんじゃなくて民間の皆さんでやれるところはやってもらうと、まちづくりをやってもらうと、税金をそのまま投入するんじゃなくてね、自分たちで、まあ、BID の場合には分担金という形での
強制的に徴収できる、まあ、お金がありますけれども、PM、パークマネジメントとか天王寺のようなエントランスの管理の場合には、自分たちで売り上げを上げてもらって、住民の皆さんから楽しんでもらった上でお金をいただいてね、そのお金で公共のそういうような施設というか公園も含めてのそういう施設を管理してもらうっていうね、だからやっぱり税金をとにかく徴収してそれで役所が全部管理するっていう、もうそういう時代じゃないと思うんだよね。それぞれのポイントポイント、エリアエリアごとで自分たちでお金をまあなんとか工面して、その地域の皆さんのアイデアで創意工夫を持ってマネジメントしてもらうっていうのが、まあ、これは僕の大きな柱でもありますから、まあ、一つ一つこうやって局が実行してくれてるってことですね、一つ一つ、ありがとうございます。朝日新聞の南です、はい、都構想の住民投票の関係でお伺いしたいんですが、大阪市においては、まあ、政治活動規制条例が、まあ、できているわけですが、今回その都構想の住民投票にあたっての活動というのもこの規制条例の対象に入ってくると理解していいんでしょうか。いや、それはまた大都市局や法規が、検討して、職員に通知出すと思いますけどね。まあ、その条例の中には、まあ、公の選挙もしくは投票において特定の事件を支持したり反対すること、まあ、これをまあ禁じているわけですけど、まあ、ここの部分が抵触するかどうかというところについては、まあ、市長は現段階ではまだ見解は固まっていない、まずは行政のその見解を出してもらわないとね、これあれ憲法の時にも問題になってますよね、国民投票あれはどうなったんでしたっけ、 OK になったんでしたっけね、公務員の、ちょっとそこは確認して、まあ、憲法問題と今回の住民投票の問題はちょっと違うんでね、ある意味政策のある意味賛否みたいなところもあって、維新の会と反維新というか形で完全に、まあ、ある意味政争になってるんでね、そこはやっぱり公務員としては距離を空けてもらわなきゃいけないと思いますよ。個人でやるのは全然構わないわけですから、だからそれ OK にするってことになったら大阪市なんとか団体っていうものが一生懸命もう活動してもいいってことになるわけでしょ、大阪市職員なんとか団体とか都構想反対同盟とかいうのを結成してもいいってことになるんです。それは違うんじゃないですか、だって大阪市の議案として出すんですから、これはちょっと憲法とかそういうこととは違うと思いますけどね。あ、まあ、そのもちろん勤務時間内というのは、まあ、こう過去と同じようなそういう勤務時間内とかですね、まあ、そういったことが疑われるような事例というのは望ましくないと思うんですが、まあ、準政策的に、まあ、市の職員としても、うん、まあ、そういった議論に参加していくこと自体を完全否定できるかどうかというところがちょっと難しいところかなと思うんですが、いやだから個人の活動はやってもいいわけじゃないですか、うん、大阪市職員なんとか同盟とか言って作るのは違うでしょうということであって、個人でそれはタウンミーティングに参加するとか、個人で賛成反対のね、何かそういう勉強会に入るとか、それはだってそこは自由じゃないですか、何も制限してないじゃないですか。じゃあその個人の弁が個人としてまあ勉強会で発言をしたりとかそういったことについては特に制限をしないということなんでしょうか。まあ、だからそこは法規とか大都市局に、まあ、これ住民投票がもういよいよ近づいてくれば職員がやっていいことどうだってことがルールが設定されますんでね。でね、この部分だけ取り上げてますけども、大阪市の場合にはその中立条例っていうものでね、一般の選挙においてだって疑わしい行為はしないようにっていうルールになってるわけですよ。で、僕自身もですよ、公選職である僕自身も選挙前になったらもう大阪市役所のそのイベントなんかでも出ないと。だからこれ周りから言われるわけですよ、これなんでこんなあれに来てくれないんだとかどうのこうのって言われるけど、それは条例の趣旨からね、直接首長選挙じゃないから、あの条例は大阪市長選挙の場合にはもう僕が行ってその活動を制約されるってことになってるけれども、でもそれはそれをその条例の趣旨を順用してね、国政選挙の時だって、大阪維新日本維新の会や維新の党絡みの選挙だったり、今度の統一地方選挙だって僕は維新の会の代表だから、その中立条例の趣旨を踏まえて相当厳格にやってるんですよ。だから僕の写真が一切もう使わなくなるとか、ホームページの僕の写真か何か消えるとかね、僕の主張が消えるとか、それから大阪市のその行事、この方であれば出て行ってもいいし、普通は周りの自治体の市長とか
そうだったらもうこれ幸いとばかりに自分の役所の行事にフルに出て選挙運動まがいのことをやるわけですよ。でそういうのは一切やらないって僕ですらやってるんだから、それは職員がじゃあそんな活動していいのかって話はなってきますよね。ちょっと補足しますと、今の中立性条例については基本的には市長選挙だけの適用になっています、ただそれに準じて今市長説明されたように、他の選挙についても、準じて自粛しているということになります。それと先ほど住民投票にかかる分につきましては、今人事室の方で公職選挙法の適用ですとか関係条例の適用について行政的に詰めておりますので、詰まりましたらまた各職員に周知するということになります。基本的に個人ではもうそれはもう自由です。それはもう賛成反対いろいろ意見あるでしょうから、ただそれは大阪市職員の肩書きを持ってやるっていうのは違うんじゃないんですかってことです。だってこれは議案なんですか、大阪市の大阪市の意思決定として出した議案を職員という身分を公にして反対反対というのはそれは違うでしょう。だからそこはよく誤解してるんですよ、朝日新聞と何でもかんでも職員の意見聞けと。でまた社説でねあえて出すでしょ、あれ一回ねちゃんと取材しろって言ってくださいよ。だから僕のどの部分が話が足りないのか、職員とのその対話っていうのはどの部分で足りないのか、何を言おうとしてるのかがさっぱり分かんないんだけどもね。処遇とかそういうことに関しては人事室とちゃんと組合を交渉やってますよ。で僕自身がじゃあ政策決定するときにどういう形で政策決定、じゃあ職員の声一切聞かずに政策決定してると思ってるんですかね。だから何の対話をしろって言ってるんですかね。まあ、そこで職員全員と対話するんですか、僕がトップが。僕が対話できるメンバーっていったら幹部とか課長とかそれぐらいに限られてくるじゃないですか。でそれ対話せずに政策決定してると思ってるんですかね。まあ、そこまでの誤解はないと思いますが、何の対話をしろって言ってるんですか。まあ、おそらくこの司法で、まあ、一審判決がありますけど、その違法性っていうところについて、まあ、一定判断が出たことを踏まえて、まあ、今までの、まあ、行き過ぎていた部分と、まあ、司法的に判断された部分については、まあ、そこを組合側と話をされた方がいいんじゃないかという、そういう趣旨だと思いますね。結果が違うじゃないですか、対話しろじゃなくてその条例がおかしいとか、その組合の活動として便宜供与を認めろとか、そういう結果にならないとダメじゃないですか。社説の結果はもっと対話しろってなってるんですよ。まあ、その前段ということじゃないですか、その対話というのは。まあ、そういう最終的にその条例を変えるとかですね、組合員全員と僕が話せるわけないでしょ。でも僕自身は自分のコンピューターのところに職員からのね、メールっていうのは全部受付 OK にしてるから、まあ、あえて言わさせてもらったら、今までの市役所体制の中で例えばだけれども、視覚障害のある職員がね、僕のところにメール送ってきて、全然対話がないという話が来たから、すぐ人事室に指示を出して、ちゃんと要望聞いてくれという話をしてるわけですよ。だからそういう別に今のこのメールがある中でね、一人一人とその何か面と向かって何かやれって言うんですよ。そんな僕も仕事回らないですよ。いや、一人一人とということは書いてないですよね。ほんなら誰と対話が足りないのか言ってくれないと。だからそれは、まあ、そこで組合って書いてあるところは、まあ組合の責任者と、まあ、それは局がやるじゃないですか、室が担当が。じゃあ朝日新聞の社長はずっと組合の人とずっと話をするんですか。僕はだって普通の一般のその市政の中ではね、さ職員は組合員という形じゃなくて大阪市の職員としてそれは議論をしながら政策を決めていくわけでしょ。で組合の問題ということになったら組合担当ということで人事室があるわけじゃないですか。だからもうちょっとね、組織経営をやってない人間がああいうふうな論評とかやるからおかしくないんです、学者と同じで。社長になったら分かりますよ。じゃあそれちゃんと人事担当とか組合担当のそういう役員っているじゃないですか。でそこで決着つかないことがじゃあまた上がってくるわけだしね。今ちゃんと僕の命を受けて人事室長が一生懸命交渉して給与改定のところは交渉妥結させてですね、でもこっち側の保育士と幼稚園教諭のやつは妥結できなかったと報告ありましたけど、そんなの僕が全部やるなら、そんなトップいないですよ。組合交渉全部トップがやるなんて。もちろんその責任者がしっかり話をしていけばいいんですけど、その対話っていうもうちょっと幅広い意味で、その裁判という意味ではなくて、朝日新聞の社長がどれだけ組合と交渉してるか出してくださいよ。それで比較してくださいよ。まあ少なくとも裁判で争ってるってことはないですよね。だってそれまで組合がじゃあそういうような人事に何か介入したようなね、何か疑いの事例とかあったんですか。
まあ、ですからその大阪市の特殊性って分かりますけど、だから裁判になったかどうかっていうのはそれはそういう事情によるんだから関係ないじゃないですか。今言ってるのは、僕が言ってるのは結句のところが対話をしろっていうことなんだから、じゃあ朝日新聞の社長がどんだけ年間組合のそのトップと正式な交渉をしてるのか、それ比較してくれって言うんですよ。普通そんな大組織でそんなやらないですよ。そう、対話の姿勢を示した方がいいということについてはまあ一緒だと。だから人事室の担当がちゃんとやってるじゃないですか。対話をするのなんか指示出してないじゃないですか。だから組織っていうのはね、司法の判断で出た部分について、まあ、司法の判断はあれはだから組合の退去の問題とかあの条例がおかしいっていう判断であってね、対話をしてないって言うんだったらどの部分が対話をしてないか、誰と比較してるのか言ってくれないと。そんなの、まあ、じゃあちょっとそこの部分は、朝日新聞の社長がどんだけ対話してるのか出してください。それぐらい、それぐらい出せるでしょ、あんだけ社説書くんだから。職員とだから僕がどんだけ対話して、どの部分で対話が足りないのかってこと、それこそ取材で明らかにしてくれたらいいですよ。一切職員と話もせずにこう決めてんのかね。だからそういうところがね、情報伝達能力がないって僕は言ってるんですよ。まあ、そこの部分について伝達して知りたいと思う方もいないと思いますけどね。え、その朝日の社内でどうなってるかというところの部分について大阪市との比較でし、それは知りたいという有権者はいないと思いますよ。それはあなたが勝手に思ってるだけで、いやこっちが言ってるじゃないですか。比較をして対応が足りないって言うんだったら、どのレベルまで対話をしたらいいのかってことをね、普通のこの大組織のトップっていうものがどれぐらいそういう組合交渉を直接やってるのかですよ。知事の時には1回やりましたよ、僕は給与交渉で直接。でもあれ1回以降はもうあとは全部人事担当がやるわけですから、だから何を対話をしろって言ってるのかね。これは聞くところは聞くし、では人事を通してあのいろんな話も回ってくるしね、だからそれはあの条例がおかしいとか、そういう話だったら分かりますよ。対話をしろとかそういうことをね、またバカみたいに何もそういう現実も知らないでああいうの言うからね、バカだって言うんですよ。かなり幅広い意味でだと思います。ちょっとすみません、別の話でいいですか。その昨日のお話の中で、まあ、記者への説明のところについては、はい、基本的にまあ市長もしくは大都市局の幹部がまあ責任を持ってやるということではあるわけですが、まあ、幹部というか責任者がねということですね。だってあの報道のレクするのは個人がバラバラでやってないでしょ。まあ、もちろんそうですけど、この市長の考え方についてはこのまあ、記者からの質問以外にも今後都構想については、まあ、議員であったりもしくはまあ市民レベルでの問い合わせというのが役所に来る可能性もあると思うんですが、その点についてはどう対応されていくお考えなんでしょうか。いや、それ責任者が答えます。そうなの、普通 の市役所の業務で同じじゃないですか。職員がバラバラで答えるわけないじゃないですか。ちゃんとそういうものがかかってきた場合には誰々が担当して答えるということになってるんだから、皆さんに報道提供するときもバラバラで言うわけじゃなくて、ちゃんと責任者が出てきて皆さんに説明するんだから、同じような形でやりますよ。都構想になったからといって一気に市役所の職員が自由に発言できるなんて、それは違いますよ、ね、それ今までの、まあ、議員と、まあ、市の職員との、まあ、レクの関係とさらにその狭まるところっていうのはあるんですか、都構想に関して。いや、そんなことないですよ。責任者しか議員の方には言わないじゃないですか。きちんと責任あるあの回答ってのはしないじゃないですか。いや、だから皆さんがその責任ある発言とそうでないものを選別せずにぐちゃぐちゃに報道するだろうと僕は思ってるから、こういうふうに事前にあの所属長会議で伝えたわけですよ。ちゃんと責任者ちゃんとあの明示して、じゃあ幹部というのも誰々の幹部っていうのやったら、いやこれ都構想、いや全然あなた関係ないじゃないですかっていう発言なのかね。ちゃんと責任あるものが本当にこれあのこういう点で問題だっていうふうに言ってるのか、そこを選別したような形で報道すればいいけど、多分皆さん面白おかしくね報じるためにそういうところは隠して、市役所幹部とか市関係者とかこれでバン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 もうやってるじゃないですか。市関係者ってそれ誰なので、それが本当に信憑性あるのか分かんないじゃないですか。だからそうなる前に、だから報道の規制なんかはできないから、皆さんが報じるのは自由だからね。だからこれは皆さんに対する、こんなのある国だったら報道に対する規制っていうことで止める場合もあるかも分かんないけど、僕は報道に対する規制なんてね、あのこんなも日本ではできないっていうのはもうそんな当然の前提だから、それだったらちゃんと役所の方で情報発信については気をつけてくれよっていうのは、こんなの組織だったら当たり前ですよ。だって責任者が答えるなんていうのはもう当たり前のことじゃないですか。でも皆さんはそれをきちんと責任者かどうかはやらずにね、もう市関係者とかそういうことでもう報じ始めてるじゃないですか。まあ、そのまあ公式見解と、まあ、非公式
含めた取材での限界というのは、まあ、いろんな見方をこう読者に提供していくことは必要だと思うんですが、いや、いろんな見方さ、勝手な風にやるだけだって。じゃあ普通の政策についてもそうしてください。担当者だけじゃないその意見とかもどんどん載せてくれればいいじゃないですか。そんなこと、まあ、役所組織でそんなことを認めてる組織ないですよ。どんな事業だって、どんな何か事件が起きても、どんな不祥事が起きたとしても、ちゃんと責任者っていうものがちゃんと意見を集約して大阪市の見解としてまとめて発表するわけですから、その見解に対しては賛成反対の意見は現場の個々の職員にはいろいろあるわけですよ。でもそれは最後は責任者がまとめてこういうことでいこうっていうことでやるのが組織なんだよね。だからそれ記者とか皆さんもね、組織をこうやって運営したことないから、もう個々の意見をとにかく報じればいいとか思ってるのかも分かんないけど、組織ってのはそういうもんですよ。だからちゃんと管理職になれば分かります、僕が言ってること。まあ、記者の立場としては、その最終的にその責任者が、まあ、責任ある回答をするということは、そこは尊重するんですけど、その市として見解を練り上げるにあたって、まあ、どういう政策決定プロセスがあったというところも含めて、ここ取材対象になりますし、だから取材はするのは止めてないじゃないですか、まあ、僕はだからそれは答えたらダメだって言ってます。その取材経緯とは読売新聞とかも僕は前に言いましたけど、これで方針が変わったらどうだとか、もう適当なことばっかりやるわけですよ。だって取材の経緯をプロセスを全部オープンにしたらね、コロコロ変わるとかやるわけですよ、まあ、議論してる途中なんだから変わるの当たり前じゃないですか。だからまだ僕はあのメディアのその報道の自由というのは民主主義のその統治には重要不可欠、必要不可欠だと思ってますけども、皆さんにはそれだけの伝達能力はないというふうに僕は思ってますから、ちゃんとそれが形成過程の話なのか、どういうポジションの人なのかで、今回の大阪都構想の話もそうだけども、あんな毎日新聞のね、あんなバカみたいな社説のように、こんな何ですか、税収の上がるところとそうでないところ文句が出る可能性があるとかなんとかとか、あんなこと言ってね、ちゃんとこっちは対策を講じてるのにね、そういうことも言わずにあえてやるわけでしょ。今回もいろんなできないできないって理由が出てきたときには、きちっと対策は講じてますよっていうところも絶対伝えることもなくね、ほらできないできないとかいうふうにこうやってやることはもう見えてるんで、ただ僕は報道規制はするつもりはないんで、あとは組織としてきちっとして、きちっとある意味報道、伝達のためのね、ルールを設定したというだけです。だから答えないわけでもないし、取材に答えないわけではないけども、ちゃんと責任者が答えるようにというふうに当たり前のことを言ったつもりなんですけどもね。でその点で確認なんですけど、その、まあ、責任ある方が説明するというのにあたって、まあ、昨日の市長のお話であると、まあ、市長のご判断をされるということだったと思いますが、まあ、あとはしかるべきものを、まあ、置いて全部僕が答えるなんていうのは無理ですから、やっぱりこの都構想の問題っていうのは全体を見渡した上で、こっち側でできないと言ってでもそれをやりくりした上でこういうふうにやるとか、全体のマネジメントがあった上での話になりますから、それはその責任者を置いてきちんとそこに対応させますけどね。となるとその、まあ、説明にあたっては、まあ、その説明者がこう市長ご自身がやるかどうかは別としても、その責任者が答弁するにあたっては市長としての判断が加わったものが説明される、ね、ということになるでしょう。だから本当に実態分かってないからね、そういう質問になるんでしょうけど、じゃあ今大阪市役所の政策について僕が全部見てるんですか。いや、ですから それは市長は昨日のお話でいくと、みんなが都構想について特別だということですね。そんなのはちゃんと組織なんだから、僕の考えてる方向性なのか、これで僕が待ったをかけるかどうかってのみんな局長もね、優秀なのがみんな分かった上でやるわけですよ。で迷った時に僕のところに来るわけですよ。それはそんなことしなかったら全部をこう見て、こんだけ何万人という職員がいる組織の中で僕は全部チェックなんかできるわけないじゃないですか。だから言ったことはそういうことを考えずに好き勝手に言うのはダメだよってことを言ってるわけですよ。で最初に冒頭言った通りね、まあ僕はもうこれでもメディアっていうのはまあこういうもんだなと思ったけど、昨日も繰り返し言ったけど、今まではどうだったのかってことは一切そこの前提がないわけでしょ。今までそんなこと僕言ったことないんですから、組織に対して今回は注意してくれよってことであえて言ったんです。住民投票ということで住民の皆さんの判断を求める話だから、今までそういう話でもう答えるなっていうふうに言ったことないです。ただ政治的な発言はやめてくださいよってことは副市長を通じて言ってますけどもね、その他に対して言ったことないんで、そういうことをすっ飛ばすから毎日新聞みたいにもうまたね、講座とばかりにこうやってくるわけですよ。これ食いついてきてですね、全然そんなのフェアじゃないじゃないですか。だから今までそういうことやってたのかどうなのか、この知事になってからの7年間そういうふうに、普通だったらこれ
どこの組織でもありますよ、自治体でも国政でもあるじゃないですか、こんなの。でも僕はそれ言ったことないんですから、今まで。今回は初めて言わさせてもらうよってことで所属長会議で言ったんですけどもね、気をつけてくれと。まあ、住民投票になる案件自体が、まあ、今回初めてですから、だから言ったんですよ。まあ、その点でこう、まあ、ニュースにもなってるということですね。だから言ってるんです、そういうこと。気をつけてくれと、これは住民が判断するんだから。あれ、メディアが面白おかしくそういうの絶対できないできないってことばっかりを報じるってことはもう分かってるんだよね。他ございませんでしょうか。すみません、朝日新聞の野上です。はい、先ほどちょっとあの話が出たんで、ちょっと以前の話なんですが、御堂筋についてですね、あの景観と活性化のこの兼ね合いをどう考えていらっしゃるのかということだと、なぜかと言いますと、あの以前その御堂筋の、まあ車道を減らしてですね、まあ歩道を広げたり自転車専用道を作ったりするというのを発表されましたけども、まあその記事を受けて読者の方からですね、あのビルのまあ高さ撤廃をあの並行して認められたと思うんですが、まあ、その景観と活性化をですね、あの相反するような事態にならないのかと、別々に要はあの進んでるんじゃないかというようなまあ指摘がありましてですね。だからそれはね、高さ規制を撤廃したらすぐ景観を害するっていう、もうすぐそういうふうに発想になるんだったらそうですよ。守るものは守ると、でどういうものを守らなきゃいけないのかっていう議論をやったんですよ。だからそれはパリの市街地みたいに一定の面的な広さでね、全部高さ規制がビシッとなってるんだったらそれは守らなきゃいけないですよ。で僕は御堂筋の高さ規制の議論も当時の局と議論したんですよ。そしたらそこを守らないといけないとか、これを崩したらもう大変なあの大阪の宝をこう失うことになるって言うんですけど、わずか 1.1 かそれぐらいの距離ですよ。で御堂筋の沿道沿いだけで一歩裏になったらもうないんですよ。で 1.1 キロかなんかのそれぐらいの距離の中でもトックかなんかを使って、あのセントレジスとかそういうところは上飛び出てるじゃないですか。だからそういうものをずっと守り続けるんですかっていう議論をやって、都市計画審議会にかけたら、まあそうだよねって話になってですね、高さ規制の撤廃といってもちゃんとルール決めてるじゃないですか。50メートルか60メートルのところはちゃんとラインは揃えるってことになって、でこの底辺と高さのところでなんか1対2になるとかなんかいろいろありますよ。きちっと ルールを変えただけですよ。だから景観を害するっていうんじゃなくて、あれ高さ規制の撤廃ってやってもそれも報道がね、あの伝達能力がないっていうふうに僕が言ったのはルールを変えただけなんですよ。新しいルールに何もその自由にやってくれっていうことじゃなくて、今ある50か60で揃えるってやつをもうちょっと違うような形でのルールにしたと。だから今の新しいルールになったって景観は崩れないと思いますよ。だからそれ報道してないじゃないですか。いやいや、あの高崎生の時にそのルールがどういうふうに変わるのかっていうのはあのそれぞれのメディアで報じてると思うんですけども、でも景観害することだから、それなんで景観害するんですか、新しいルールで。だからそこ言ってください。景観害するっていうのは高さが上になるっていうだけで、高さが上になることと景観害するっていう話は違うでしょ。いや、あの今の現状の状態で、例えばあそこにオープン、まあまあ、社会実験やってましたけども、そこで見た今の景色とですね、まあ、その高さ伸びればですね、それ変わりますよね、それおのずと景観変わるけど、だからそれを守るものかどうかっていうところじゃないですか。まあ、そこはだから判断なんで、どういうふうにお考えですかっていうのを今お伺いしてます。それは専門家が考えたら、あこれぐらいは全然問題ないよねってなったところにルールを変えただけじゃないですか。はい、あそこに200メートルも300メートルも立てたらそれ青空が見えなくなるけど、45度の角度ではなんか見える、まあ、45度か なんかやってるわけですよ。だから60メートル超えたらセットバックするんでしょ。だからちゃんとルールを考えた上だから、今に合わせた景観のルールにしたっていうだけですよ。あのルールを変えたってことで景観を害するってなるのがね、これはバカな学者だって言うんです。単にルールを変えたんだから、じゃあそのルールをもとにどこが問題なのかを言わずにね、あそこの50メートルか60メートルのあの今の条例を変えただけで景観を害するっていうのはバカな学者だって言ってるんです。ちゃんとそれは景観に配慮した上で今の時代に合わせたルールに変えただけなんです。だから問題なんだったらそれ言ってください。それは圧迫感が出るとか高すぎるんじゃないかとか、でもそういうのは専門家が議論してこれだったら問題ないだろうと、有効活用できるだろうと、で実際にもうそのルール適用して上に伸ばす、事業主が出てきたわけでしょ。でそれを上に伸ばすことによって今度地下の淀川市の駅の地下街のところも整備してくれるってなったんですから、ものすごいありがたい話じゃないですか。わかりました、ありがとうございます。よろしいですか。
MBS 奥田です。先ほど、選挙前にそのイベントに出ないとかいうお話の中で、はいはい、今回統一地方選後告示までの間に、はい、30-40回、まあ、説明会をしたいとおっしゃってたんですけども、はい、この説明会は市長が中心ではなくもう行政にやってもらうという。いや僕ですよ。あ、それは市長なんですね。そう、法律に基づいてるじゃないですか。まあ、市長がちゃんと知らせることということになってますよね。そうですよ、当たり前ですよ、その法が上なんですから。でそこではその、賛否を問うことになるので、中立な姿勢で市長はそこは説明されるわけですか。もうさ、なんで僕がその中立条例であえて抑制的になってるかって言ったら、自分が当選するために役所を使うなっていう趣旨なわけですよ。今回大阪都構想って別に自分の当選と関係ないじゃないですか。ああ、やっぱりじゃあ選挙と、まあこれは全然違います。という、選挙の場合には自分が当選するということでね、前の市長の時なんかでもそうだけども、出陣式の時とかに職員が全部出てきてこう、市長の演説を聞くとかやるわけでしょ。そういうのはもうやめようっていうふうにしたわけですよ。自分の当選のために役所を使うのは、大阪都構想なんてこれはもう別に自分の当選のことでも何でもないんですから、賛否を皆さんに、まあ、むしろ賛成だということを言っていきますよ。ただそれは説明の仕方はそれでもいいんだけれども、中立にやらなきゃいけないということを考えたら、第一部の方ではね、大都市局に、まあ、大都市局か、まあ、担当局の方に中立にその制度の説明をしてもらって、で次本当は僕は市長ですから、大阪市の考え方ということでどんどん自分の考え方を述べれるんですよ。でもそれはやっぱり中立っていうところを考えればね、反対派もちゃんと入れた上で、そこはもう第2部としてね、政党ある意味賛成反対者の討論という形を取ろうっていうふうに言ってるわけです。だから僕が一方的に本当は説明してもいいんですよ。でもそれじゃアンフェアでしょっていうことですよ。だから第1部に関しましてはもう行政に任せて、そこは市長は出られないという、まあ いらっしゃるかもしれませんけど、説明は、あ、説明だからそれは大都市局の行政の説明としますよ。でもそれもね、行政の説明として言っても僕の部下なわけですから、本来僕が喋ることを部下に喋らせてるだけだから、本当は僕の説明なわけですよ。だけどそこは厳格にやっていこうということで、僕が説明せずにね、行政マンの方に制度の中身については簡単ときちっと説明してもらいます。賛成反対というそういう表現はせずにね。でじゃあ第2部の方はその、まあ、政党の代表として、まあ、政党というか賛成委員ですよね、これ。法廷協議会の委員ですよ、もう政党間の政治の議論じゃないわけですから。でこれ説明に関してその、まあ、市長はデメリットないというふうにおっしゃってますけれども、反対派が言ったらいいじゃないですか、デメリット。そこで討論したらいいんですよ。だから行政の説明のときには、まあ、メリット、デメリットという話でなく、もう淡々とその制度についての説明と。制度の説明です。そうです。だからメリット、デメリット論はお互いに賛成派、反対派がぶつけ合ったらいいじゃないですか。だからデメリットっていうのがあるんだったら、向こうから言ってくれたら僕が回答するんだね。それを聞いてもらって住民の皆さんが最後判断してくれたらいいと思いますよ。まあ、普段の、こういう取材とかですね、ツイッターでの発言というのは、まあ、市長なのか代表なのかどちらの立場でされてるのか、ちょっといちいち区別できないと思うんで、その賛成反対というところを、まあ、どの程度明確に出して説明されるのかというところがちょっと難しいのかなと思う。いや、賛成という立場でいきますよ。これしかないという立場だって僕が提案してるんですから、大阪都構想提案者なんですから。だから提案者で議会で承認されたら、これはこれで進めていく。だって合併の話するときだってそうですよ。合併の説明会でも合併やらなくていいですなんて誰も説明しませんよ、理事者の方は。ただそれは反対者側の方が反対だ、ここは問題だっていうことになって、最後住民の皆さんが、まあ、住民投票あるところでは住民投票やるし、議会でペケにするときにはペケにするわけですから、こっちは提案者なんですから。だからそこも皆さんあんまり理解してないっていうかね、とは提案者なんだから自分でこれいいと思って出してるんですから、ダメだっていう方がそこを指摘していかないと。で最後ジャッジを下すのは本来だったら議会の議決だけれども、普通だったら、でも今回は住民の判断で決めるということなわけですから、それはデメリットのところはしっかりと反対派の方が言ってくれたらいいわけです。僕はちゃんとそれにまた応答しますから。はい、わかりました、ありがとうございます。他よろしいですか。じゃあ社長のがどんだけ議論してるかちょっと出してください。だから取材してみてください。大企業に人事担当役員というのは必ずいるんですから。
うちだったら人事室長ですよ。そんなの組合交渉なんかで社長が出ていくなんてあるんですかね。だから組合の意見は聞きますよ、それは。だからそれは人事室がしっかり組んでいろんな反映させてますよ。もちろん見解がぶつかる時もあるし、でも交渉やってる、交渉やめてるわけじゃないんだから。あの社説論説委員っていうのはだから本当そういうの知らないんでしょうね。でこうなんかこうみんなが集まってるところに僕がのこのこ出てってどうですかって聞くのがね、この朝日の対話なんですよ。本当になんかいいですね論説委員って。本当にもうなんていうのかな、もう 夢物語だけで生きてる人たちってのは本当羨ましいですわ。みんなのところでどうですかどうですか、なんかご意見ありますかってやってるのがこう朝日の対話なんでしょうね。これ組織なんとか人事室がまた課長とかそういうところが持って組合との担当と話をしながら労働条件とか交渉しながら、だから風の時にはあれですよ、僕勤務時間大阪府の職員の勤務時間15分短縮してるのはそれは組合からの要望があって人事担当が僕のところ上げてきてどうしますかっていう判断を求めてきたから、じゃあそれはいいよってことで判断してるわけでね。僕はなんか全部組合員これ何千人のところに出てって労働時間15分短くしましょうかどうでしょうかって、これが朝日の対話なんです。イメージはそれはそうですよ。だってそれはそうですよ。だって人事室がちゃんとそういう話してるじゃないですか。だからあそこで言ってるのは、僕が言いたかったのはね、そうだったら今までの大阪市のじゃあその組合にねいろいろ言われていた課題ですよ、それがあることは認めてるわけですよ。じゃあその解決策はどうしたらいいんですかってことです。じゃあそこは何で行われてたかといったら、町内でのいろんな会議とかそういうことの中でねいろいろ問題が生じてたっていうことも僕は報告受けてるんで、それだったら一回そこはねリセットさせてくださいと。だからこれは何にもそういう問題が今までなかった組織だったらいいけれども、実際にそういうのがあってその中で政治行為と疑われるようなこともあって、選挙が終わったらお礼の挨拶とかなんとかっていろいろあったわけですよ、勤務期間中に抜けて。だから見えないその営業所だとかなんとかっていう単位で、だったらそれを止めるんだったら一回もうそういう場ではねもうやめてくださいよと。そういうことをやるんだったらこの庁舎外のところでしっかりやってくださいねっていうことをルール変えたわけであってね、もしそれがダメだって言うんだったらどういう方法があるのかってことですよ。まさにその一回リセットっていうところがあって、その後、まあ、しばらくこう期間が続いた中で、まあ、いろんな司法判断も出てきてるわけですので、まあ、その一回リセットっていうところは尊重するにしても、その後どういう新しい形でやっていくのかというところについては、まあ、その別に市長自身があれば話さなくてもいいかもしれないですね。その市の担当者が、担当者聞いてるじゃないですか話、担当者聞いてますよ話は。いや場所を提供することが対話なのか、話をしろって、僕はなんで朝日の社説に今こうやってね朝日の社説がバカだって言ってるかって言ったら、場所の提供がそれが目的なのかっていうことですよ。対話が目的なんだったらちゃんとやってるでしょと。もうそれが不十分なんだったら何が不十分なのかを言ってくれって言ってるんです。で場所の提供が重要だって言うんだったらそこがなぜなのかを言ってくれと。で場所の提供で今までいろいろ問題があったからそういうことはやめたんですよ。だからそうじゃなくて、場所の提供がどうしても必要だって言うんだったらそう教えてくれと。さ組合がねいろいろ活動するのに違う場所でみんな集まって、あれ社説にも書いてあったけど喫茶店で集まって、それいいじゃないですか、みんな集まってそうやって議論するんだったら。でそのそういう議論を僕はやめろって言ったら大問題ですよ。でそこでみんな議論したらいいじゃないですか。でこれが人事室の方に上がってきて、で人事室が考えてこれ最後どうするっていう、どうしますかってことで僕のところが上がってきたら僕はまた判断するけども、対話が重要とか組合員がなんか活動することがどうのこうのって言うんだったら、それは活動はだから阻害してないですよと。で場所がなんでねその会議室とかそういうところまで使わせなきゃいけないのか、もともと労働組合法っていうものは便宜供与っていうものは原則禁止で、労働組合の自立っていうことを尊重するっていうか、そうしなきゃいけないっていうのがもともと労働組合法の立て付けなんだから、だから原理原則に今戻ってるわけであってね、便宜供与をすることの方が会社との癒着っていうか使用者側との力関係で負い目を感じるわけじゃないですか。組合は使用者側の方にそういう利益を与えてもらってるっていうことで、だからこれ株主権の行使とか何でもそうだけども、原則利益の供与はなしだよっていうのが今の立て付けですよ、独立性を守る団体においては。だからなんかそこがね、憲法89条だってそうでしょ、公の支配に属さない団体に公金支出は認めないっていうのは、公が公金支出をしてしまったらそこの負い目を感じてしまうから独立性が保てないっていうことになってるわけでね。だから便宜供与がない方が組合は自分たちで自立の活動をやっても堂々と僕に文句言えるわけじゃないですか、負い目なんか一切感じずに。
ここでもし会議室貸しました、何をやりました、どうだ、もう負い目感じるわけですよ。今のも原理原則に沿ってると思いますよ。だからそれがもし違うっていうんだったら、僕は司法でね、そういう主張をやっていって、司法で最後判断下ってね、やっぱりそれダメだっていうんだったら従いますと。でもむしろ今やってることの方が大阪市の、あの労使関係は非常に適正化になってるんじゃないですかと。組合は一切僕に気使うこともなく言いたいこと言えるんですから。今までのように馴れ合いで選挙で応援してもらいました、首長の方は組合にお礼のために必ず地下の事務所に行って挨拶します、その代わり今度組合の要望に従ったものを何かやる、で組合の方はまた選挙で応援する、そんな関係じゃなくてピシャッと今市長と組合ってことが分かれて、組合の方は言いたいことをどんどん言って組合交渉やってルールの範囲の中で今やってるっていうのが現状なんでね。で組合の活動員が集まって何か議論することとか話をすることなんてことは一切否定してないし、どんどんやってくれたらいいし、で人事室を通じてそれは、まあ、人事室がどういう対話してるのか分かんないですけど、それ人事室対話するなとは言ってないんだから。で僕はその喫茶店に行ってな、僕はどうですかって一緒にコーヒー飲んで話聞かなきゃいけないでしょ。これが朝日新聞的な対話なんですよ。ちゃんと具体的に言ってください。 それだったら。それでは政務関連で質問のある者の方は、お願いします。一応視聴予定で15分までということです。よろしいでしょうか。ありがとうございました。